鳴海工場は1930年から1997年にかけて存在した名古屋鉄道が保有する鉄道車両の保守管理業務を行う工場である。名古屋本線の鳴海駅に隣接して立地し、構内には鳴海検尺を併設した。鳴海駅の南東に位置し、工場、検尺を合わせた敷地面積は 21,086 平方メートルで、建屋の総面積は 9,666 平方メートルであった。瀬戸線用車両と気動車を除く、架線電圧 1500ボルト路線区にて運用される、すべての車両の重要部検査及び全般検査業務を担当し、1996年当時の年間研修能力は約430両であった。その他、申請から20から30年を経過した車両を対象とした更新修繕工事を年12両程度実施した。なお、鳴海検尺は同一敷地内に設置されていたものの、社内組織上は、鳴海工場の直轄検尺ではなく、新川工場の管轄検尺であった。1990年代に至り、保有車両数の増加に伴って施設が手狭となったことや、設備の老朽化や陳腐化の進行、また都市整備計画に基づく鳴海駅周辺の高架化工事の具体化により、鳴海工場は、岡崎市舞木町へ建設される新研修施設への移転が決定した。1996年度末をもって、鳴海工場と鳴海検尺は閉鎖され、車両研修機能は舞木検査所へ、検尺機能は1999年に開設された豊明検尺へそれぞれ移転した。名鉄の前身事業者の一つである愛知電気鉄道が神宮前駅にあった神宮前車庫の機能移転として1930年3月28日に開設した研修施設が鳴海車庫である。愛知電気鉄道と名気鉄道の合併による現名鉄発足後の1940年に鳴海工場と解消され、太平洋戦争中の混乱期には自社向けの電車及び電気機関車の申請もいった。戦後の1954年1月より鳴海工場は、幹線系統に所属する車両を対象とした重要部検査及び全般検査業務の専門工場となった。この際、研修能力の向上と作業の合理化を目的として、タクトシステムと称される作業工程が導入された。タクトシステムは、従来一箇所で集中していっていた車両研修作業を、作業内容ごとに別工程へ分割した流れ作業とした上で、一定時間ごとに次の工程へ一斉移行するシステムで、指揮者の指示に従って次節へと移る楽団に擬して、この呼称が用いられた。タクトシステムでは、入場車両の使用、状態などに関わらず、各工程を同一期間で行う必要があることから、作業時間の過不足が発生する弊害は生じるものの、鳴海工場の研修設備の使用などを鑑みて、タクトシステムの導入が最適であると判断され、導入に至ったものであった。名鉄では、各作業工程をタクトと称し、各タクト間の車両の移動には、ワイヤーロープが用いられ、全般検査時は1タクト、日、重要部検査時は2タクト、日の工程で研修作業が実施された。鳴海工場は開設以来敷地や建屋の拡大など、抜本的な設備改修は行われなかったことから、後年の輸送力増強に伴う、車両増備が進むにつれて、担当車両数に比して、研修能力の不足が指摘される状況となった。また、設備の老朽化や陳腐化に加えて、技術の進歩によって、保守の省力化を図った車両の割合が増加したにもかかわらず、作業工程を最も作業時間を要する車両に合わせなければならないというタクトシステムの弊害が課題となりつつあった。そのため、名鉄では1980年代より鳴海工場に代わる新たな研修施設の建設を計画した。その後、1992年に鳴海駅周辺の鉄道高架化事業が名古屋市の都市計画事業として決定したことを受け、名鉄は、名古屋本線の富士川名電山中間に相当する岡崎市舞木町地内へ新研修施設を建設し、鳴海工場を移転することを決定した。舞木検査場は1997年3月に竣工し、同年4月より稼働を開始、鳴海工場、検釈は1997年3月末をもって閉鎖された。前述の通り、検釈機能についてはやや遅れて1999年に名古屋本線豊明駅に隣接して開設された豊明検釈へ継承された。ありがとうございます。